このレイアウト、後々問題が発生するのですか？ママツイゴチャンネル。皆様、こんにちは。七つ色チャンネルの水風七つと申します。今日は、お家ではなく、隣町の商店街に来ています。鉄道模型で固定式レイアウトを制作する場合、事前に決めておかなければならないことが、いくつかございます。以前の鉄道模型動画、もっと楽しく、立体交差と走行安定性両立レイアウトに一工夫。では、固定式レイアウトを制作する際に、どのように勾配を設けるかについてお話しいたしました。この度は、固定式レイアウトを制作するときに意識しておきたいことがテーマとなります。固定式レイアウトは、すぐに車両を走行させることができる機動力に優れている反面、常に広い場所を占有し続けます。従いまして、お部屋のどの場所に固定式レイアウトを設けるかということを最初に決めなければなりません。もちろん、下半を意識した固定式レイアウトというのも可能ですが、レイアウトの規模が大きくなるにつれ、下半性は確実に落ちてまいります。動画制作者の固定式レイアウトも、下半性を意識した作りになっており、実際、2回を引っ越しで搬送された経緯がございます。しかしながら、固定式レイアウトは、ソースを頻繁に移動させることを想定する必要性は低く、そのような場合は、分割式やお座敷の方が適していると言えるかもしれません。大規模なレイアウトの移動は破損のリスクが伴いますので、最初になるべく動かさなくても済むような場所を選ぶことが大切です。さて、こちらのレイアウト図面、L 字型のレイアウトをご覧くださいませ。固定式レイアウトを設ける場所がお部屋の隅になることはよくあるのではないでしょうか？ L 字型のレイアウトは線路を敷く場所を多く確保することと、レイアウトを配置する場所の問題。というよりも、固定式レイアウト以外のお部屋の場所の確保のために、この形になる場合が多いと言えそうです。このレイアウトは、トミックスさんのレイアウトボード品番8021を4枚組み合わせて、L 字型の土台を作っています。一見、問題なさそうなレイアウトですが、今、動画制作者が、このレイアウト図面を見ると、後々になって、こうしておけばよかったと思う問題を抱えているそうです。このレイアウトが抱える、将来的に発生する可能性のある問題点につきまして、お話しいたしましょう。七つ色チャンネル。まず、このレイアウトの特徴、L 字型の長所からお話しいたします。線路配置は L 字型を利用し、S 字曲線を設けた複線の本線と、ダブルスリップを用いた内回り線、外回り線のどちらからもアクセスできるヤードを設けており、このヤードも L 字型の特徴を利用し、有効長を長く確保いたしております。最小曲線は C280 ですので、新幹線車両をはじめ、多くの車両の走行が可能です。直線の本線は、ポイントレールの直線側を走行いたしますので、本線の走行安定性の高さも確保いたしております。レイアウトを設計される際、本線の走行安定性の高さを確保することは、周回走行を安心して眺めることができますので、とても重要な要素です。では、このレイアウトが将来的に抱える問題点についてですが、それはメンテナンス性が良くないということになります。おそらく、この図面のような L 字型のレイアウトを制作されたということは、レイアウトの右上がお部屋の隅になっているのではないでしょうか？この右上の隅の箇所の線路をクリーニングするときや、この箇所で車両が脱線した場合、手を入れることになりますが、手が届きにくい場所になってしまっています。レイアウトに架線柱を設けている場合、右上の箇所に手を入れると、手前の架線柱が服に引っかかって破損するリスクが高くなります。このレイアウトが抱える問題点を改善してみましょう。こちらが改善した L 字型のレイアウト図面で、右上の箇所へのメンテナンス性を意識した線路配置となっております。レイアウトの右上隅まで敷いていた線路を手前に配置し、手が届きやすいようにいたしております。この変更により、線路配置も単純な形から少し変化のある線形になったと思います。線路がなくなった右上箇所は、ストラクチャーを配置することを考えがちですが、メンテナンス性を優先する場合、ストラクチャーで埋めるのは適した方法とは言えません。では、どのような考え方が良いのでしょうか？動画制作者は思い切ってレイアウトボードをカットするそうです。レイアウトボードの一つを図面の水色箇所のように斜めにカットいたします。レイアウトボードをカットしたことによる空き場所から体を出せるようになり、メンテナンス性の向上だけでなく、この箇所から眺める視点での撮影も可能になります。ただ、レイアウトボードをカットした場所から体を出す場合は、レイアウト自体にある程度の高さがあり、レイアウトの下をくぐれるような構造になっていなければなりません。
レイアウト場所に余裕があれば、カットされた余剰レイアウトボードを他の場所に接続して、レイアウトスペースの拡張も可能となるでしょう。真夏色チャンネル。固定式レイアウトでエンドレスの線路配置の場合、隅は線路が敷けない場所となることが多いですが、この度の改善例はその問題を積極的に活用した方法といえます。もちろん改善前のレイアウトにも利点はございまして、有効長の長い域を設けることができること、レイアウトボードをカットする手間がかからないことが挙げられます。動画制作者の固定式レイアウトは横が 2200mm、 縦が 1200mm のサイズですので、レイアウトの奥の方は手が届きにくく、線路のクリーニングが行いにくいそうです。またレイアウトの奥の方で車両が脱線すると、復旧させるのも結構大変みたいです。そのような思いから、固定式レイアウトでメンテナンス性を優先したレイアウト設計を意識されることをお勧めいたします。改めて改善前のレイアウト図面を眺めてみて、このレイアウトが将来抱えることになる問題点が問題だと思えた場合、メンテナンス性を優先したレイアウト設計が適していると言えるでしょう。最も大切なことは、どちらのレイアウトが適しているかを決めるのは動画制作者ではなく、レイアウトをご制作される皆様ご自身だということです。ただこの度紹介いたしました改善例を知っていなければ、選択することができず将来問題を抱えることになる可能性がございますので、ぜひ心得ておいていただければ嬉しく思います。この度のレイアウト図面はレイアウトボードの使い方を意識した L 字型のレイアウトですので、線路配置としてはまだ基本の小判型に近い状態です。このレイアウトをさらに運転の楽しみが増える線路配置へと発展させてみるのも楽しそうです。動画制作者は L 字型の固定式レイアウトを持っていないため、この度お話しさせていただきましたことは想像や推測の域でしかないことをご了承くださいませ。 L 字型の固定式レイアウトにはもっと良い点や特徴があるなど、ご意見をお寄せいただければとても嬉しく思います。本動画がご視聴者様のご参考になれば幸いです。今後も面白い企画や変わった現象に出会いましたら、動画を制作いたしたく思いますので、次の動画でもお会いできれば嬉しく思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネルご登録のご検討をよろしくお願い申し上げます。